皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。南キャン山里、さらば森田のエグすぎるゴシップを聞かされたナミキャナをめぐり顔面蒼白になっていたと明かす。9月29日放送の山里良太の不毛な議論 TBS ラジオ系。この日の放送では、 さらば、青春の光、森田哲也さんに関する、ゴシップについて、山里亮太さんが語る場面があり、話題となったようです。顔面蒼白になっていた。山里亮太、さらば、青春の光、森田のゴシップを暴露。9月29日放送の、山里亮太の不毛な議論 TBS ラジオ系。この日の放送では、さらば、青春の光、森田哲也さんに関する、ゴシップについて語る場面が、 山里さんは森田さんについて、社交性、会話が潤滑に回る、あいつの最高級の潤滑油が、ゴシップと語るように、ゴシップ好きで知られる森田さん。テレビ朝日系のリアル e スポーツニュースで山里さんと森田さんが共演した際には、テレビ朝日アナウンサーの並木まりなさんも出演。番組収録前に、行ったらもうピュアの象徴の並木さんとの潤滑油のために、あいつが出すゴシップのもう、グロいことグロいことと、 ナミキアナにも森田さんは気づいゴシップを語ったようです。この場面を見ていた山里さんはナミキアナの顔が顔面蒼白になっちゃってその状態で収録始まったんだからと笑いながらその様子を語りました。ゴシップの内容について詳しくは触れられなかったもののナミキアナが顔面蒼白になるほどの気づい内容だったようです。芸能界のゴシップ通り さらば青春の光森田が過去に暴露した内容とはこの日山里良太の不毛な議論でゴシップを語ったことでアナウンサーを顔面蒼白にしてしまったことを暴露されたさらば青春の光森田哲也さんそんな森田さんですが芸能界のゴシップ通りとして知られているようで過去にはテレビ番組で芸能ゴシップについて暴露したことも今年8月には テレビ番組内で今年かなりお金を使っている芸能人をリストアップしたんですよと、様々な芸能人のお金の使い方を暴露した森田さん。藤田ニコルさんが700万円のベンツを購入したことや、お笑いコンビンエグジットの金近大輝さんがタワーマンを350万円かけてリフォームしたことなどを語っています。また、 吉本工業で今一番の稼ぎ頭であると語るかまいたち浜家隆一さんが引っ越し計画を立てているらしくて予算は1億5000万円までなら出せると語っていたことなども暴露していますその他にも実名は出されていないもののプロ野球選手と女性タレントの恋愛事情などを番組内で明かすなど芸人やタレントだけでなく幅広い芸能ゴシップに精通している森田さん今後ともどんな暴露があるのか 森田さんのゴシップネタに注目が集まりそうです。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。